国分寺中継局は、香川県高松市山内地区のうさぎ小山にある、テレビジョン放送の小規模中継局である。この中継局の電波法に定める放送区域は、香川県高松市及び綾川町の各一部、約7600世帯である。高松市山内地区は、岡山局、高松局、西佐抜中継局など、周辺送信所のいずれの方向からもご指揮台、 六つ目山、日の山、和紙の山などの山に囲まれており、電波が遮断されやすい環境にある。そのような理由で、山内地区のほぼ全域をカバーしているのが、この中継局である。また、この中継局からは、テレビ瀬戸内がアナログデジタルともに電波を出していないため、TSC を主張するには、ケーブルテレビに加入するか、パラスタックアンテナなどの高性能アンテナを用いて、 前述の周辺送信書の電波を遠距離受信するしかない。この中継局もデジタル放送開始に合わせて、全国的に行われた現行アナログチャンネルの移行、いわゆるアナアナ変換の対象となり、2004年4月20日より対策を開始、2004年5月26日には、旧チャンネルを停破し、新チャンネルに移行した。対象となったアナログチャンネルは、OK。 岡山放送一派である。対策世帯は、国分寺町、高松市、香川町、江南町及び遼南町の各一部、約3500世帯。低波した、旧アナログチャンネル 47CH は、この中継局で NHK 高松教育テレビのデジタルチャンネルとして、使用されている。二千八年十月十四日に、四国総合通信局より、予備免許交付。 順次試験放送を開始し、翌月11月24日日本放送を開始した。この中継局のデジタル化は、香川県内の大規模中継局及び重要中継局のデジタル化が完了し、香川県内の小規模中継局第1号としてのデジタル化となった。この前には、岡山県の三正坂鴨中継局、香川県内に限れば、 佐ヌキ白鳥中継局が開局しており、この後には、タク中継局、仁尾中継局、岡山県の伊原中継局が続いた。なお、国分寺中継局の本放送開始は、堺で東中継局と同日である。その他、デジタル化以前にも高松局や、西佐ヌキ中継局など周辺局のデジタル派を受信できれば、地上デジタル放送が視聴できた地域もある。 NHK の送信施設民放の送信施設、中継局は、高松市山内地区南部にある標高99.90メートルのうさぎ小山山頂にある。うさぎ小山の位置する山内地区は、高松平野の内陸にあるため、もともと地区全体の標高が26メートルから34メートルなのを、加味すると、麓からの標高は、およそ70メートルほどの小高い里山である。その他、 標高がおおよそ100メートルであることから、里山登山家などには有名で、何かの100回記念などで登られることがある。山には他に、国分寺町水道局によって、大型コンクリート製タンクの排水地が存在する。排水地が建設されるに伴い、南側に、それぞれ、東側と西側から、排水地がある山の中原やや、上まで登ることのできる。 舗装道路が整備されたが、この両道路はつながっておらず、車両によって通り抜けることはできない。中継局のある山頂へは、水道局排水地の通用路から舗装された階段を、登った後、尾根伝いに獣道を進んでいく必要がある。また、北側の中原ほどにある、春日神社を通り抜けて頂上に行く道もある。頂上は狭く、 三角点を囲むように三基の鉄塔と付帯設備が存在するのみである。長らく山頂に存在する鉄塔はテレビ中継局のみであったが、その後、NTT ドコモの新名無線中継所が設置され、鉄塔がそれまでの二基から三基に増えた。NHK 高松放送局一社単独で総合テレビと教育テレビを送信している。局舎はそれまでのアナログ局舎の手前に、 デジタル局舎が新設され、送信柱とアンテナは総合、教育とも、アナログデジタル4波共用である。送信アンテナは4リットル送ループアンテナ1段2面。民放全社、RNC 西日本放送、KSB 瀬戸内海放送、RSK 山陽放送、OK、岡山放送が、全社共同で、送信施設を設置している。局舎はそれまでのアナログ局舎の奥に、 デジタル局舎が新設され、送信柱とアンテナは全民放で、アナログデジタル共用である。送信アンテナは 4D 大ポールアンテナ2段2面。また、TSC は、この中継局から電波を出していないが、この民放の施設のアナログ放送における表札や、名版には TSC も明記されている。デジタル放送アナログ放送。ありがとうございます。